どうも皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました石塚でございます。本日講演いただきまして、用意しました資料4本ございますので、一応ご覧にいただきたいと思いますが、こういった呼吸釣りの用紙、これが主に今日の講演内容の、用紙でございますので、よろしくお願いしたいと思います。それから、パワーポイントの資料がパワーポイントの資料というところがあります。それと、同じような資料ですけども、サラダイチコアふむふむ資料が2部あるかと思います。で、詳細版、いわゆる小学生向けの版と大人向けの版ということで、パワーポイントとも若干関連する資料も入っておりますので、この資料を見ながら、ご理解をいただきたいなというふうに思います。それから私どものフードヘルス静岡再現塾の、パンフレット、小さいパンフレットもここに配置してございますので、またここに終わりまして、ご興味のある方はそれを見ていただいて、ご確認の資料でございますので、よろしくお願いします。それでは最後に10分ほど、質問時間残せということでございますので、3時10分程度、この間の時間でご覧いただいて、残り10分程度をよろしくお願いします。それでは早速ですね、入っております。まず低い環境ミーティング、食で人と人の健康と地域環境を作ろうが本日の講演テーマでございます。で、下の方に NPO 法人フードヘルス石塚再現塾というふうに書いてございますので、またこの石塚再現塾のことについて若干ご説明を申します。で、先ほど申し上げましたこの白塗りのコピーに若干概要を書いてございますので、そちらをご覧になりながらお願いします。NPO という石塚再現塾についてと、石塚再現の提唱した食育、食用、融合住居などの考え方をもとに、市民、農業者、行政、教育官、企業と連携しながら、食育の推進ですね、あるいは農業の活性化、環境の保全、健康の増進と人づくりに関する事業を実施することによって、心の豊かで健康な、地域社会づくりに貢献することを目的として、2011年8月に、法人設立し活動を始め、現在の会員は107名ということで、県下各地に会員があって活動しているところでございます。子どもあるいは家族のために、正しいあるべき食生活を基本的に提案する団体でございます。事業といたしましては、健全な人づくりのための、必要な健康食の環境との大切さの提供の啓発事業、あるいは地域の食材ですね、それから伝統フード食、こういうのを活用した、食育推進、あるいは家庭での、食育推進、静香さん先生の、料理講習会開催、あるいは農家との、連携による、地産地消、こういった活動を通じて活動します。また世界にマクロビオティクという運動が広がってますので、これのもとになるのは石塚さんの教えたものがその源流になっているということで、こういったことも活動の拠点として、静粛料理教室というんですけど、こういう料理教室を通じて広く市民の皆さんに知っていただく、そういう活動をしているところでございます。それではですね、食育の祖といわれる石塚再現、どんな方だったんだろうということでございます。じゃあ若干こちらのパネルと、この資料をお見通しいただきながら、石塚再現について、ご理解を深めていただきたいと思います。石塚再現は今から163年前ですね、福井市の方でお生まれになって、日本陸軍の軍医、医師、薬剤師として、日本人には日本にあった、食生活がある警鐘を鳴らして、食育、食用の、普及を行いました。玄米を、一番正しい、定食と推奨しました。そしてですね、こちらにあるんですけども、静香再現は約120年前、45歳の時にこの科学的食用長寿論という本を表したわけでございますね。その中に日本で初めて食育という言葉を書いた先生でございます。特に子どもにとって一番大切な教育は健康と命に関わる食育
であり、食育はあらゆる教育の根幹であると、食育は親が行う家庭教育であると書いたのが石塚三月先生でございます。そのことから、まあ、食育の祖と、呼ばれて、今日に至っておるわけでございますね。こういった教えに基づきまして、まあ、食育基本法というのが2005年に、できまして、それ以降いろんな場面で、まあ、食育という言葉が、まあ、広がってきているということでございますけれども、食育の原点はこの石塚三月ということをご理解をいただきたいなというふうに思います。次は資料の方をちょっとめくっていただきまして、まあ、2ページということなんですけれども、まあ、石塚三月の、望んだ食育はまだまだ、これからということでございますし、まあ、現代の食生活ですね、私たちの食生活が、まあ、いわゆる生活習慣病や糖尿病とかいろんな病気言ってますね。こういったことを、悩み、食育のその石塚三月の教えを学ぶことは、すなわち、自分たちの健康を守り、また地域の健康を守っていくと思いで、私たちは活動をしているわけでございます。まあ、基本的にそういった食によって健康になれば、まあ、医療費も削減されるということで、すなわち環境にも優しい、取り組みかなという思いで活動しているのも、ことでございます。特に私どもは、子どもたちということで、小学校等々でも給食を利用した、後ほど申し上げますが、食育的授業が行われるようになってきております。食育の認知度はそれだんだん高くなってきておりますが、私たちも石塚三月の教えを伝えるために小学校等々に出向きながら、そういった授業で食育の大切さ、食べることの大切さということを提唱して教えているということでございます。それ次に石塚三月はどんなことを教えたんだろうと、大きく分けると、まあ6つがあるんですね。こちらと、まあ、その資料を見ながら、まあ、ご説明をしたいと思います。ここにも丸1番ですね。一番最初、学童を有する民は、地域待機と書いてございますね。特に食育は、まあ、家庭教育だと、家庭で一番大事な教育というのは食育だということを説いたわけですね。一般的にこうやってお父さんお母さんで勉強しなさいとか、行儀よくしなさいとか、そういう地域とか北陸ですね、これは熱心に、まあ、教えるわけなんですけども、なかなか食育というところは至ってないのが現在の家庭ではなかったのかなというふうに思います。生きていく上で大切な食育教育を、まあ、再認識する必要があると。大人自身がですね、食生活が原因と思われる糖尿病をはじめ、生活習慣病と見ると、大人自身の、まあ、食生活も見直しが必要です。また最近朝食を食べない子どもたちというのが、まあ、統計とか取ると結構で、あるいは肥満の子どもたち、生活習慣病の、まあ、若年化というんですか、そういうわけで非常に、まあ、困った社会になりつつあるということで、これも親の食育が大切に、静か再現はこういった親が全ての食育を教えなさいというのが一番、地域教育よりも先ですよ、これが根幹ですよ、食育というのは非常に家庭教育ですよということを、まあ、教えたわけでございます。2番ですね、食育を保障するものにこういうあれがあるんですが、教えが2番目にあるんですが、まあ、食用土といって、食は人のエネルギーになるが、同時に私たちの、まあ、体を作っていると、私たちの、体は食べたもので、作られるということの、大切さを、教えていただきます。しっかり食べなさいということを教えていただいた先生でございます。3点目でございますが、静岡三元先生は、穀物を食べなさいと、薄葉持つ人は牛風動物よと、人は、まあ、穀物を食べる動物というようなことをおっしゃいました。人は、ここにも書いてありますが、酸が32本あるうち、薄葉が、20本で 62.5%、 この2つが、まあ、ご案内の通り、穀物を摂取するちょっと引っ込んだ形状をしているわけです。ですから人間というのは、やはり穀物を食べるような、そういう、酸の形状になっている。陸とか、こういう歯ですね、それは、門歯が8本、肉を噛む歯は4本しかありませんので、基本的にはそういう
比率で言えば、食べるうちの 62% ぐらいはそういう穀物を食べてくださいと、あと肉やら野菜類はこういう比率で食べてください、そのことが非常に健康にいいという話をした方がいいですね。とにかく穀物を食べましょうと。次4番目ですが、6つの知恵のうちの4番目ですね。食物は丸ごと食べましょうということで、まあ、平たく言いますと、まあ、一物全体食と、難しい言葉で言うとこういうことなんですが、なるべく、いわゆる菜類の皮肌ですね、活用するためよし、別に皮は剥かないで丸ごと食べましょうと、皮に栄養がありますよと。特に代表的なものは栄養価の高い玄米ですね、まあ、玄米と白米の比較がそこに出てますが、こちらが白米ですね。で、緑色のところが玄米ということで、白米にすると非常にこの栄養がどんどん減ってしまうということで、玄米を食べることによって非常にあの栄養価が、残るということでございます。ですからできるだけ、自然のまま皮を剥かずに、あるいは精製をせずに食べるということですね。食べ物は一番外側の皮の裏に多くの抗酸化物質やアミノ酸を持っているということでございます。食物全体食は野菜等の、まあ、煮汁ですね、季節に煮汁を使うことで全体食になりますし、玄米を食べることは栄養学的にも、まあ、代表的な食物です。またあの食材ですね、あの皮とか一般的にあの大根でも人参でも皮とか捨てられることが多いんですけども、そういうのも全て食べましょうということを唱えております。食材を丸ごと食べるということは、まあ、あのゴミを出さない料理、非常に地球環境に優しい、あるいは英語な料理方法ということで、にもつながっています。ぜひと丸ごと食べてくださいということですね。次、5番目ですが、乳房重厚、重胸筋、新六筋、まあ、地産地消というようなことになるわけですけれども、基本的にはあの地元で採れる農産物や海産物を食べることが非常に、体にいいということを表しています。つまりあの住んでいる地域の、まあ、旬のものを食べることが、最も自然で、体に優しく、また新鮮で栄養価が高く、より健康的になると教えています。一方現在ですね、コストハーベスト等による残留農薬のほか、添加物の問題から調達してますね、まあ、外国からどんどん問題が来ますけども、そういったものの食の安全関心が抱いたときに、まあ、顔が見える地域の生産者の方が先ほど食べることが安全になるということで、地産地消が加速しましたが、人の健康を維持した近くて遠いものを食べようというようなことで、近くて遠いものというのは近いとは、まあ、近くで取れたものですね。遠いとは、遠いとはあの地理的な関係じゃなくて、まあ、人間 の, その遺伝子的に遠いもので、遺伝子的に近いものは牛やら鳥の比較的近いんですね。で、野菜とかそういうのも一緒に人間に出てくるから遠い、だからそういう野菜とか物は遠いし、遺伝子に近いあの乳類のそういう肉とか水の遺伝子に近い、そういうのをなるべく少なくて食べることが非常に健康にいいということを、書いてあるんですね。それからこの下の方に、まあ、春苦味、夏は酢の物、秋辛味、冬は脂肪と仮定して増えということになりますが、まあ、春の苦い食物、今で言うと月の子とかそういうのが代表的なものになりますけども、そういうものは寒い冬からの目覚めとなって、酢はまた夏バテ防止と、また秋の辛みは食欲と心臓で、冬は脂肪を守る、そういうような、そしてそういうような食をすることが非常に、季節と旬の関係で人間の体を、まあ、調理しますよということわけでございます。まあ、石塚さんに学んでるんだと、食育はまだまだ、これからというところもございますけれども、現代の生活習慣病が多くの人がありますけれども、こういったことを、特にあの今もう冬は終わろうとしまいしてますけども、この歌の通り冬は脂肪ということのと、冬はやっぱり鍋物でぐつぐつ野菜とかに非常に健康にいいということでございますね。だから6番目、何でもバランスよく食べると、いわゆる、動物性食品と、植物性食品をバランスよく食べましょう、こういうことを知ってくださいのは以上6点が石塚さんの教えたことということでございまして、まとめると、まあ、近くで取れたものを丸ごと食べて、
体にいい食事をしましょうと言われたわけです。特にあの玄米を食べることが非常に体にいいということを唱えておりました。玄米を食べなさいというようなお教えを、その皆さんも、玄米で、食べていただくとよろしいかなと思います。次ですね、石塚左源の功績というところでございますけれども、最近ですね、マクロビオティックが静かなブームです。マクロビオティックとは、美と健康を願い、雑穀を食べたり肉食タンパク質を取らずに、生成をしない自然食を食べることが主な内容でございますけれども、これこそが、石塚左源の、教えそのもので、これが、世界に普及して、逆に世界の方からマクロビオティックというところが打球入されているような内容にしてございます。源流は、石塚左源でございます。左源の食育の祖で注目された食育の祖ですね、これは、ここにも書いてございますように、食育基本法に、受け継がれて、非常に、食育の祖と書かれていることでございます。以上が石塚左源の唱えた、内容と先ほどの、活動の目的でございます。それでは実際の活動に、報告をしたいと思います。石塚左源先生ゆかりの地、大野市坂田市というのがあるんですけども、こちらの方でゆかりの地ということで、活動をしている。で、資料はこのパラゼミの資料がお手元にありましたので、まだ後ほど読んでいただければ結構だと思います。これについてご説明をします。まず、検証祭ですね。静香左源先生は今申し上げたような、先生でございまして、この先生を検証する祭りを、ゆかりの地坂田で、開催、しております。まあ、画面中でいらっしゃるのは、議長の山崎先生で、それから次のこういった検証会です。それと、静香左源先生の先祖の墓が、大野市のこちらにあるんですけれども、で午前祭ということで、授業をしながら、各市民の方、会員の方はじめ、紹興していただいて、先生の遺族をしのぐという午前祭を開始しながら、静香左源の教えを地域に広めていく、活動を行っている放送写真でございます。引き続きましてですね、元のゆかりの地坂田地区で、食に関する、農業者と連携した、活動ということで、特に地域環境に配慮した農家で育った、体に優しい農産物を使った食の伝統、こだわりやすいをするというと名を打ってるんですけども、こちらの方と連携しながら、左源が提唱した農家に基づく料理として、玄米スープですね、サラダの料理を食べていただいて、いわゆるものを丸ごと食べて、健康になるということを体感をしていただいた、これが今目につく。だから今これが、そういった地域の、農業団体と連携した、静香左源の食を広める活動ということでございます。こういった非常に農薬あるいは化学肥料を使用しない農産物、環境に優しい農耕をこの地域はやってますので、そういったところと連携しながら石塚左源の地をミックスして健康に教えているという活動でございます。次は坂内小学校というのがあるんですね。最近学校での職員というのが場面取り上げておられますけども、石塚左源地区についても、大野市あるいは今だけの方とかいろんなところで福井とかで、小学校と連携しながらやっておられておりますが、坂内小学校では1月にこの学校給食のありがとう集会となって、そういった活動をしたわけでございます。でここで食育教育を行いました。また理事長の方から、今が私が申し上げたような6つの教えを児童たちに分かりやすくお話をいただいて、その後教えに基づいた、
別の献立ですね。かわいい玄米ご飯のページの。いわゆる再現をしてた玄米ですね。玄米。あるいは6ページということで野菜を丸ごと食べると。それから牛豆に、干し大根を、これも丸ごと食べるというような再現先生の教えた。またの玄米ご飯については子どもたちが学校店で集った米。また野菜も、地元農家のグループが送ってくれたものということで、そういったグループと再現塾を連携しながら再現の教えを放った塾を子どもたちも非常に美味しい美味しくて完食すべて食べていただいたということでございます。これが食べている風景でございます。続いて、静か三軒の料理教室ということで、先ほど申し上げましたように、食育の総理静か三軒の料理教室、これは今2カ所で、こちらの方がまず最初には、大野市の坂谷公民館という公民館があるんですけど、こちらの方に地域の方、市民の方に集まっていただきまして、三軒の教えを広めていくと、理事長の方が皆さんに静か三軒の教えをお話をしているところでございます。その後料理献立の説明を、佐々木さんという料理の先生が皆さんに、本日の教えをしているということで、特に食は素材を丸ごと食べると良いとお話をしているところでございます。その後、全員で料理をしまして、食材は丸ごと食べますので余ったところがほとんどないということで、捨てる分も非常に少ないと、そういった料理方法も地域の方に理解していただいて、それがやっぱり環境に優しいんだということを、理解していただいて、学んでいただきました。それから、この食育の祖ということで広めるために、この大野市の坂井地区にこういうゆかりの地という看板も地域と連携しながら立てさせていただいて、活動を進めているところでございます。続いてもう一箇所の、聖食クッキングスクール水教室というのがございますが、これは麻生市の公民館で、ここに開催をしています。聖食、マクロビューティックとは、先ほど申し上げたように、日本に古くから伝わる、食用上のことというのは難しいことができるということになります。再現塾では料理講師と、調理実習の会場風景でございますね。マクロビオティックにより、調和の取れた心と体を目指すということで、黒豆入り玄米ご飯、あるいは、レンコン団子と豆腐のおすまし、青菜のおひたしというのが当日のメニューでございます。同様に理事長の方から、参加者にいろんな石塚さんへの教えを広めて、優しく息が広まる、あるいは環境に優しい、そういったお話を含めて、から先ほど出ましたけども、これが科学的、食用量の原本ということで、ここに初めて先ほど言いました食育ということが出てくる、原本でございますけども、これを読んでいただくというような勉強会をしております。で3月には、この後ですね、つい1回目ですけど、本校の岡田校長先生をお招きして、マクロビーティックの、講演会、体に優しい食事とは、一物全体主義とは、そういうことを、実技としてやっていただいて、ゴミを出さない料理、あるいは食物を丸ごと食べる料理というのを勉強していただいて、家庭でそういったことをやっていただくというような、食は環境の凝縮したもので、健康には穀物と旬の地元の野菜を食べるということの大切さを学んだ、料理教室でございます。続きましてですね、農業との連携と地域の、いわゆる越前市坂口地区というのは、皆さんもご案内のとおり、この通りが舞う、農法ということで、非常に環境に優しい、農業をやっている地域でございます。そこでの、石塚三軒地区の石塚三軒先生の教えとマッチングしながら、この米作りの体験教室を開催いたしました。特に最近機械を使えば当然、ガソリンを炊いて、使用数が出るんですけども、昔ながらのこの枠を回して、その苗を植える場所を決めるこの枠回し農法の、これは地元の農家の方にやっていただいたわけでございます。続きまして、最近田植え機で田植えのはもちろん主流でございますけれども、こういって、
昔ながらの手で植えるということで、環境を大切にするということを学んで、いただいた、ことでございます。それからこれは秋の、まあ、稲刈りの風景ですね。稲刈りも、まあ、機械じゃなくて、いわゆる手刈りをするということでございますね。これ稲刈った後ですね。それからのこれハサっていうんですけども、ハサギバチで農家の募集なんかしますけども、ハサギバチに置かれて天日で干すんですね。そうすると当然機械も油も使わないで、まあ、そういう環境エコ、そういうものなんです。まして、こういったもので、取れたものは非常に美味しいと一面もありまして、こういったところを美味しく食べて、並びにこの市民の方で今体験していただいた、こういった活動を、まあ、でどんどんということでございます。最後になりますが、このゆかりの地での、農業団体の、活動ということで、こちらの方でも農薬とか産業未使用の環境に配慮した消費者というと体に優しい、このスタラの国産の工場などのことを連携した取り組みということでご紹介いたします。この小野市高谷地区のこのある地は標高400メーターぐらいの、まあ、中山間地域にあるステップで、これが活動の拠点の、まあ、これは国から補助を受けて建てた地域の施設でございますけども、その施設として、まあ、防潮連続とひまわりを、栽培した一つの事例としてこういうふうに、まあ、ひまわりを作るために、カラスやこのように防潮連続を発生ですね。これなので奥の方に見えるのが、まあ、大野市の市街地ということで、まあ、今申し上げてもちょっと標高がちょっと高いところにある環境が、まあまあ、きれいな環境に、ね、地域で、そういった自然の方向が適した地域でございます。そこで、まあ、ひまわり関係の草取りも全部で作業でやっていきます。これが、8月の上旬に、きれいに咲いたひまわりです。非常に多くの方に、これはひまわりの種ですけど、種をまあ取って天日に干してる作業でございますね。でこの種でひまわりの この油を作って、これも非常にその自然圧縮方法というのがありますね。そういった環境に優しい、あるいは体に優しい商品で、こういった商品を連携しながら、まあ、こういった活動に会員の方もいらっしゃいますね。連携しながらこういった商品を販売している状況でございます。これは長野県の高校生がですね、農業体験実習に行ったということで、高校生たちに、環境に優しい農法なり、いわゆる、自然農法、食育ということを実験していただくために、エンジェル・サトリさんにも行います。これは人参なんかを、こういった自然環境に対して発症しているということになりますね。そういうふうに、そういった作業を受けると思います。これは伝説の冬の風景ということで、雪が結構積もる地域なんでございますけれども、その下で先ほど夏に出ました人参を雪の下に人参を持っている作業を紹介します。最後にですけども、坂田小学校の学校給食での、児童の静か菜園と食育の感想ということで、こういった、感想が食育に伝わった坂田小学校の嬉しいとか、食育のことを言われていることを知ったとか、まあ、先ほど言った菜園の感想して、それも本も見ながら多分書いたんだと思いますけれども、あるいは、静か下げの食の視点が健康と地域の視点を、あるいは環境を持っていることを忘れてはいけないというふうに、しているなと思いました。それで、子供たちながら、立派な感想文を書いていただいております。から先ほどの公民館での、料理教室の関係というか参加者の感想ということで、まあ、食の重要性がよく分かりましたと、現場の方
ったのはよくわかりました。美味しかった。まあ、食材を無駄にしない料理が学べてよかったと、まあ。砂糖を使わずに、その料理が学べてよかった。今後、小屋として食育の重要性を食べることに意識を持ったと。肉を使っていなくても、物足りさを感じなかったと。今日から食卓に出せる料理を学べて楽しかった。野菜の味がよくわかって美味しかった。体に良い食材で作れるメニューを増やしたいとか、食べ方、使い方などレパートリーを増やしたいとか、等々が、あります。ただ、静粛料理教室、先ほど紹介しましたこの参加者の感想ですね、まあ。地域のものを優先して食べるようになった。子どものアレルギー改善に伺った。素材への関心が高くなった。子どもが旬のものが分かるようになって、協力しているというような感想なんです。家族が健康的になってきたような気がする。食と健康について家族みんなが関心を持つようになった。砂糖を使わないように配りするようになった。栄養丸ごとの蒸し煮での結構になった。で、まあ、今ほど、もう生成というところで申し上げましたけど、白砂糖というのは一応生成した商品。白米も、まあ、制約した商品ということで、なるべくそういうのを使わずに、自然の素材に丸ごと食べるということが非常に健康にいいんですよということを石田さんが提唱して、それを皆さんにこれ料理をしたり、地域の中で活動者を見て、参加者の皆さんが案内しまして、感想をいただいているということで、まあ、私たちの活動が徐々に広まっていって、その地域の環境が守れて、そして健康になる、そんな活動を目指して、お疲れ様でした。本日はもう拙い説明でございましたけども、剣道ありがとうございました。はい、石塚先生ありがとうございました。本当にたくさんの皆様にご熱心にお聞きいただきました。少しお時間がございますので、ご質問のある方は挙手をお願いしたいんですけれども。どうぞ。はい、どうぞ。玄米の美味しく炊けるっていうんで、なんか炊き方が分かったということをおっしゃってましたですよね。まあ、それを一つ教えていただきたいのと、それからもう一つは、玄米ってインターネットだけで見ますと、フィチン酸があって、その排毒作用があって、かえってビタミンとかミネラルをね、排出してしまうんじゃないかなっていうようなことも書かれてるんですけど、その辺のところもちょっとお分かりでしたら教えてください。以上、よろしくお願いします。玄米の炊き方についてはその富山県から参りました有機農場の有機玄米を販売しているというかお届けしている生産者です。毎日玄米を食べております。一番簡単なのは漬けられて圧力釜がある方はそれで炊かれるともう本当に 2、30分で普通は私の前6合ぐらい一気に炊きますが、水1時間ぐらい炊けたらもう10分30分ぐらいは浸してほしいんですが、固めの硬質まで水光みたいな品種はちょっと数時間5、6時間漬けた方が美味しいって、水分をちょっと白米でも水分を取ってもらいますから、それで、10分ぐらい強火というか中シュッシュッシュッとなるまで、でそしたら中火で10分ぐらいで、もう20分ぐらいであと10分蒸らせば30分以内できます。ただ圧力鍋ないです。難しいという方は、まあ、ジャーに玄米モードのスイッチがありますので、それで炊かれる方もありますが、ややベチャッとしますが、今ご紹介のような玄米おかゆみたいにして召し上がると高齢の方は試食がよろしいんじゃないかと。3つ目の炊き方はそれもないという方は土鍋が簡単ですね。土鍋に白米よりはちょっとだけ水を多くして、土鍋で炊かれるとそのまま健康的に冷やしても美味しくなります。ただ今よく雪玄米の私の方にその質問はよく出るんですが、でも排水してしまうんではないかと思います。玄米そのものにミネラルからあらゆるビタミンから丸ごと入ってるってことと、便通がとても良くなりますね。大変便秘のお悩みの方は玄米にされるといいんじゃないかなと私もおすすめですが、あまり油分が排出されてしまうというのは私はないと聞いておりますので、いかがですか。その点につきましては私どもの辞書も見てますので、辞書の方がちょっとお願いします。
あのフリチン酸 の, その排出機能があるというのは一部のデータで確かにあるんですが、まず仮にあったとしましょう。あったとしましても、まあ、あの白いご飯を食べる以上に残ることはまず体内に残ることは間違いないということですし、白いご飯を食べている方がミネラル不足で、まあ、若干一部の、ね、ミネラル不足、ビタミン不足はある方はあるかもしれませんが、普通の食生活ならまずありえないとこのように判断されます。それからね、排出されるということはね、逆に言えば、体に悪いものも全て排出されると、こう思っていただきたいんですね。 ですからその、まあ、例えばね、なかなかエビデンスはないんですが、がん促進になるものがね、体内に入りましたら、それらも一緒に排出されると、こういうことでありますから、非常に体が健康になると、こう思っていただいても結構かと思います。すみません、今お二方の方からお答えいただきましたのでよろしくお願いします。基本的には、まあ、圧力釜で炊くというふうに。もう一ついいですか、はい、発芽玄米と玄米のね、どちらがいいんでしょうかね。発芽玄米と玄米の違いですか、違いどちらがいいんでしょうか。発芽玄米と玄米の違い、どうぞ。はい、ギャバという栄養素なんですね。で、発芽玄米ではそのギャバというのがたくさんあるんです、正直、ね。で、玄米ではそれがほとんどないです。で、それを利用して、今、一部のサプリメントでギャバがたくさんあるよというような、ね、サプリメントが発売されておりますけど、それを望むならば、発芽玄米の方を、お食べいただいた方がいいと思いますね。ただ、私ね、いつもお話しするのは、もう玄米をいきなり食べろと言っても、なかなか難しい、圧力釜で食べていただくと大変美味しいですけど、なかなか皆さんお持ちでないんで、まあ、お家でまずスタートするならば発芽玄米から食べていただいて、大変美味しいですから、発芽玄米ですね、玄米に対する違和感も何もないと思いますから、まず発芽玄米でお家では食べていただくと、それがいいかなとこのように思っております。ご物好きとか必需好きもあるということですいきなり玄米じゃない、はい、他にご質問ありますか。よろしいですか。はい、では改めまして石塚先生にもう一度皆さん拍手をお願いします。